はいどうも皆さんこんばんはワドツです。ああえー、今日はですね2018年の11月の25日えー、1月のあ違う1時52分ですね11月の25日のえー、1時52分です真夜中ですよろしくお願いしますおはようこんばんはいや昨日のね統合フェスの写真をいじくり回してたんですよ統合フェスの そしたらね、あの、便所太郎とね便所太郎さんとね石川の紀之さんがあの、まあまあ石川の紀之さんのあの、何て言うのかな悪ふざけというか、うん、あのあれなんですよカメラを向けたらね定番だけどジョジョ立ちをしたんですよ。 でそしたら「俺も俺も」って言って便所さんとかいろんな人が「ジョジョ立ち」を始めてるんですよ。であのまあこれはやったらまあやらないとなっていうジョジョ立ちを写真で収めたらまあまあ作らないといけないなと思って3時間編集かかったわ写真いろいろいじくってたわフォトショップだのなんだのやってたらもう大変だったよ本当に。 いやーでもまあまあまあ石川紀之は黙らないというね新シリーズを確立したわけですよもう大変だったよ本当に疲れたなーいやーでもねあの楽しかったよすごいすごい楽しかったあの統合フェスなんかいいバンドマンとかさいいアーティストがさたくさんいてさなんか すげえかったな感動した感動したのもいくつかあるし、うん、ああもったいないそうだったんだいや全然ね嫌いな人とは会場で会わなきゃいいだけでやっぱコミュニケーション取った方がね面白いですよコミュニケーション取った方があジョジョ立ちのやつは僕のツイッターに先ほどあげましたねあのこれはジョジョ立ちしてないですよ これはただの集合写真ですねいやーかっこいいよね紀之さんね背でっかいしオーラあるよねやっぱうんやっぱ生で見たらオーラあるよ紀之さんは、うん、ね時代が違ってたらね芸人になってたんだろうなっていうふうに思うよ本当に芸人にしゃべり抜群にうまいし うん、ああワン太郎ウ可愛がられてるよね最近ねそこにワン太郎が呼ばれてるのが不思議ってコメントあるけどワン太郎すごいね最近便所太郎さんにが可愛がられてて、うん、ワン太郎ね結構ねあの顔がいいんですよ面がいいんですよ面がテーブルで並んで撮ってた写真ってなんだろう 俺そんな写真アップロードしたっけあそれちょっとわかんないなテーブルで並んでハスで構えてた写真誰が撮ったんだろうちょっと俺それわかんねえなな、うんだろう誰の写真だろう <laughs> 腹立つぐらい面白かったまあまあ笑ってもらえたんだったら嬉しいな森友予算予算あったら写真撮ってもいいよ全然 うん、卵味噌とねえっ、ー、と12月の1日にあの山口選手リアトツリアトツ企画やりますねうんおいっすおいっす一番右は直樹兄さんですよ一番右直樹兄さん二番目右から直樹兄さん弁叙太郎さん光君腹筋やすしさん TJ さんワン太郎えー、おえ紀、ー、幸さん俺だね うん、俺の小粒感半端ないあ,ありがとうございます、うん、いやー楽しかったねまあなんかねやっぱあのリアルなさイベントは面白いよあのリアクションがダイレクトだしなんかみんなで一緒にやってる感がすごい出るよねリスナーさんと一体感があの半端なくえでも一番年上ってこれ d j さんじゃないの 弁助さんか TJ さんが一番年上でしょ TJ さんって年齢いくつだっけっ年齢まで分かんないけど、うん、あねねえ光くんとか俺とかのりゆきさん30代前半だからね俺が一番左、うん、俺が一番左だね一般人は誰も分からないって言ってもね集客が多分ね結構多かったの配信者組だと思うよあの 2つにステージが分かれてたんだけどクラブステージの方で出演したんだけどクラブステージほとんど配信者のリスナーさんばっかりだったから、うん、一番呼んだんじゃないのベン叙太郎さん40歳だねあじゃあベン叙さんが一番上か d j さん36なんだじゃああの俺の3個上か、うん、あっ弁叙さんが一番上なんだね TJ さん、あの、便所さんより上だと思ってた、俺。オーラーあるね。風格あるね。TJ、うん、さん、もっと上だと思ってたわ、俺。TJ さん、全然、あ,あの、上の方にいる。う年齢上の方だと思った。写真の編集大変だよ、うん。はいはい、ありがとう。決まります。ありがとね。うん どうもいやー結構ねまあツイッター見てもらったら分かるけど女子の配信部が結構面白かったよ結構言いたい放題しゃべってたねもう配信じゃ絶対話せないけどオフパコの話とか赤裸々にやってましたよ <laughs> ツイッターにねあのフリップにねオフパコの話って内容は僕は絶対死んでも喋りませんけど結構えぐい話してましたね あの収入がいくらとか最高月収いくらだとか <laughs> やっぱねあの配信外で話す配信者の話は結構面白いなとそうそう女配信者の人たちがまああのもののさんがあのなんだろうフリップ出してたんだけど、うん、すげえ面白かったぶっちゃけすぎてたよね絶対放送で話せない話だよねうん TJ さん身長は低いね。うん。TJ さんあの身長は低いね。いや、リアルイベントって感じだよね。リアルイベント。うん。やっぱあのー、なんだろう、雑誌の編集者の人とかも、なんかどこどこ事務所、まあ芸能界で結構有名な誰もが知ってる事務所のタレントさんのあの裏話みたいなの。この間のイベントだね。うん。この間っていうか、一昨日かな、昨日かな。うん。そうそう。その時のイベントだね。 うん、ああ便所さんかっこいいよっていうかさあれ便所さん膝壊したの知ってるもう放送で聞いたかなあの X 広島っていうあの X ジャパンのこうなんかもじったようなバンド要は X のコピーバンドをやってる人たちがいるんだけど最後に便所太郎さんステージに上がったの呼ばれて鳥だったから X 広島っていうバンドがで X 広島さんの演、SO、奏中にあの X ジャンプあるじゃん「AX」って。 であれでめっちゃはしゃいてでてで俺ら配信者モニター越しで見てたの楽屋ででそしたら「XX」って飛んでたらなんか「便所太郎さんやたら汗多くねえか」みたいな <laughs> なんかすっげえ頭振ったりすげえジャンプしてたのよでそんでなんか「冷や汗流してない?」みたいになってくソそ笑ってたら便所太郎さん汗ダックダックでステージから戻ってきて「えみたいな「大丈夫っすか?」って言って。 みんなで「えどうしたんですか?」っつったら「冷や汗止まんないのよ」で足引きずってんの「で何があったんですか?」って言ったら「X ジャンプで着地に失敗して人体やられた」って言って右足めっちゃ負傷してたけど <laughs> 右足がガクンって着地の時にずれたらしくて <laughs> めっちゃ冷や汗ダクダク流したから「帰れるかな」で「タクシーで帰るわタクシーで帰るわ」っつって。 くっそもうね笑っちゃいけないんだけどいやほんと心配なんだけどあれで3ヶ月ぐらいのね故障を最後に自分の出番でもないところで X ジャンプの着地で失敗して右の右足の人体帯ぶっ壊すっていう <laughs> やばかったよほんとにすげえ面白かったなうんいやー面白かったないや草だよね草 いやマジで笑ったもんあんなのすげえ面白かったねいや笑う笑うよね本当に笑うよねうんいやーまあということでねアクシデントも込みであの何て言うのかなそういう感じですねはいあのアンチコメントうざいブロックするからねあの配信楽しめないのはお前のもんお前らの問題だからはいブロックですつまんなかったつまんないって言ったやつブロックです つまんないなら来るなよ。笑う気がないなら来るな。馬鹿うん。はい、ブロックです。寄り目ハゲって書いた人ブロックです。うん。あのね、配信はね。楽しむ気がなかったら、あの楽しむ気がない人を笑わせることなんかできないからね。うんあ、リスナーさん、結構最後まで行った人多かったっすね。多かったっす。すすげえ多かったよ。うん、すげえ多かった。面白かったよ。うん。 話分かるメンツ集まったな今回今回話分かるメンツうんどういうことだろう話分かるメンツってうんアンチ9割いや別に9割のアンチ来なくていいよ全然全然来なくていいよ俺が呼んだわけじゃないんだから楽しみたいっていう人とか盛り上げたいっていう人と俺は付き合っていくから 今月どれくらい稼いだえーと生活費が15万円で設定してて生活費プラス10ぐらいかな25ぐらいかな今うん生活費プラス10ぐらいパソコン代10万もらってるからうんなんか最近かそってるなうんいや別にかそってても構わないうんさきみまあまあさきあん中で言ったらさきみちゃんが一番美人なんじゃないかなうん 普通枠がい,いようーん普通枠でもいいんだけどアイテム飛ばないからいろいろやんないとと思ってるね。やっぱねあのコメントがあったりとかアイテムが飛ぶ方が俺はやりやすいからだからいつも言うんだけど普通枠がいい人は普通枠で普通にアイテムとかコメント書いてくれたら普通枠やるのにっていう感じなんだよね。でなんだろう キツネ枠やった方がコメントが走っちゃうっていうことはキツネ枠にニーズがあるっていう判断をしちゃうからだったらさもっとさ普通枠がいいよっていう人はさ盛り上げてよもっとリスナーさん盛り上げて盛り上げてうん過疎が閲覧禁止ないとか草はいブロックです笑い男バックレ。 バックれました。リスナーズさんとママ、まあまあ、話したよ、声かけられた人は。ただね、サイン2回求められたんだけど、サイン2回求められたんだけど、あ,のあ、じゃあ、通常枠の時アイテム投げて、25号さん。うん。あのね、なんだっけ、何の話、忘れちゃった。うん。イベントでは見事な置物でしたね。俺、結構あれだよ、配信以外でと全然喋らないよ、俺。うん。全然喋らない。 振らられたら喋るって感じだね、うん、あんまりね俺が俺があって前に出るの好きじゃないんですよ、うん、囲いにバックレられるっつうか囲いがどうとかじゃなくてねああありがとういいねありがとうねアイテムありがとうありがとうございますでもねごめんね25号さんいいね1個だとね俺に収入にならないからねあのいいねとかね風船とかね10個単位で投げてもらいたいあのねなんでかっていうと 1一個投げてくれてお金かかってるのに俺に1円も入らなかったら全部無駄になるからできればね風船とか10個単位で投げてくれると嬉しいないやバックルいや自腹切ってないよ、うん、でもあのー、自腹お金の問題じゃなくてやっぱなんだろう来るって言った人は来てほしいかなうんう来るって言ってくれた人は来てほしいよねやっぱ学生時代あんま変わんないね今みたいな感じだね 全然変わんない、うん、ドタキャンはっていうかうんちょっとねやっぱりねそれでさまあさっきもコメントまあ笑い男悪いやつじゃないと思ってんのありがとういいねありがとう笑い男全然悪いやつじゃなくて普通にアイテム投げてくれてるし普通にコメント盛り上げてくれてるから嬉しいんだけどでも俺笑い男がオフ会来るとかリアート作るとかイベント来るっていうの今回バックで3回目なんだよ。で 別に放送上でブロックしようとか晒し上げようとか一切ないんだけどあのこれ笑い男がっていう話じゃなくてあんまりねその正直な配信者俺の気持ちとしてはあの来るって言ったのが来なかったらあの正直オフ会とかも誘えなくなるし、あのー、なんて言うのかな正直その後、まあと今日のコメントで「和藤さんごめんね」って「本当は会いたいんだよ」とか「捨て頃3必ず行くから」って言われても。 いやごめんってなるじゃん。いやごめんってなるでしょ。いや別に放送ブロックもしないし、あれだけど、来るって言ってた人が来ないって言われたらさ、こっちも気分悪くなるわけだから、じゃあオフ会行こうぜとかさ、捨てゴロスリー終わってさ、みんなで楽しもうって言った時に誘いづらいよね、やっぱり。それは正直あるよ。うん。正直それはある。うん。いや、紀之さん MC 面白かったよ。いやいや、まあまあ知ってるでしょ、のりゆきさんの喋りは。 いやそれはそうでしょうまあ当日キャンセル全額請求とかもそうだしうんサメちゃんはどうさんにキレてたよあそうなんだえー、まあ信用はなくなったかなうんウつきはブロックじゃないのかあブロックしてるようんブロックしてるまあでもね放送は応援してくれてるからいいんじゃないの、うん、放送はさ応援してくれてるからアイテムをくれてるしむしろねえ こんだけアイテム飛ばない中アイテムもらえてるのはすげえありがたいしコメントも盛り上げてくれてるからそこは全然感謝してるからただまあそのオフ会とかそのなんか企画とかリアドツとかあっても正直行くって言ってもう,うんちょっとごめんねっていう感じだよねちょっとごめんねっていう正直、うん 手頃3はね3日もらったもう少し考えさせてほしいって言って、便所さんに3日もらった。あ今月中だったらいいよって言ってたかな。いや、どうしようかなと思ってて、本当に。ちょっと揺らいでるんだよね。ちょっと揺らいでっつーかうか、ん。うん。この写真の人たちは全員配信者ですね。はい。全員、男性配信者ですよ。うん 約束事ができなくなるっていうかまあまあいろんな事情があるっていうのはもちろんリスナーさんもそうじゃんで実際今回病気で来れない人とかもいるのよあのー、行きたかったのにって言ってそうそうで俺結構リスナーさんと会うの珍しい方だから結構ねやっぱ会いたいわけじゃん楽しみたいわけだからうん出ろよ3回負けろ何で負けを期待すんだよここのリスナーなら勝ってくれよって言ってくれよ うん、負ける前提でなんでそういう蹴落とす前提で見るんだよ。紀之さん身長高いよ。めちゃめちゃ高い。だって俺結構手前にいてこの身長出すからめちゃくちゃでかいよ紀之さん。うん。そして俺ギャラも安いしやめた方がいい。うん。どうなんだろうね。うん。段冠色見てます。ワドさんでかっ 声仕事ぶりやったわ。ああ、ありがとうございます。男監督ありがとう。うん、のりゆきさん超でかいね。身長195センチか、うん？めちゃめちゃでかいよ。おうめちゃくちゃでかいでかいでかい舞台映えすごいよ。うん。負けるのがワドちゃんやんいや。でもさその応援としてはさ正しい応援ではないよね。もしワドリスナーならね。ワドリスナーだったら普通に。まあ一緒に負けを味わうとかさそう。負けろって っっってていいうう発想で見るっていうのはやっぱ楽しくないよね和藤さんこの T シャツこれいいでしょこれ統合フェスの T シャツだよ。統合フェスのデザイン超かっこよかったよ。のりゆきさんとお揃いできてんだけどあー太った太った。ちょっと太った。今日ね久しぶりに銭といったら7 3キロだった。うん、ちょっとね体重が増えちゃってて。 タバコ期間中はやめろよだからねこういうコメントがあるからやりたく出たくないっていうのがあるんだよねそうなんかそのなんだろうやっぱさまあこれ俺の性格の問題なんだけどごめんねちょっと理解してほしいんだけどリスナーさんには俺のこと分かってもらいたいからタバコやめるも練習するもしないも負けるも勝つも何つうんだろう見守ってほしいんだよねすげえ命令口調なのが嫌なんだよ 誰かサラリーマンやってるわけじゃねえからさ命令されたくないから俺この仕事選んで自由にしゃべって自由に行きたいんだよ俺はだからやめろとか何でその拘束するんだろうっていうかその考え方はね俺あんま好きじゃないんだよねなんかリスナーさんとさ仲良くやっていきたいしうん なんかリスナーさん楽しみたいだけだからさだからなんか俺に命令する人は悪いんだけどちょっと申し訳ないけど俺ブロックしたくないんだけどあの何、ー、だろう、うん、ブロックしたくないんだけどごめんね命令する気だったら他行言って、うん、自由が一番だよ、うん、はいじゃあブロックです、はい、命令する言い方はねやっぱね気分悪いよだって上司でもなければさ 何でもないわけじゃん。なんで命令口調なのか分かんなくて。うん。なんかね、アドバイスでさ、一緒に頑張ろうよって、タバコちょっとその期間やめねえかとかさ、なんか言い方ってあると思うの。で、やっぱりさ、なんか俺からしたらさ、会ったこともない人にさ、命令口調で言われたらさ、やっぱ嫌だよね。気分悪いよね。うん。それは誰でもそうだと思うよ。うん。そうそう。 俺はリスナーさん楽しみたくて枠開いてんのになんかその楽しむ気がない人がやっぱ辛いよねねえやだよねうんでせっかく枠開くたんびにさそんなんだったらさ俺もさ楽しめなくなっちゃうからさ楽しみたいじゃんやっぱあありがとう Twitter いいねありがとうね <laughs> ジョジョたち結構うまくできてるでしょこのデザインもう自殺未遂するなよはい分かった、うん、まあしないと思うよ、うん うん、この日の他の写真ないのかな見たい。ツイッターに上げてるツイッターに。ツイッターに上げたよ。ツイッター今言ってきなポート。大した話しないから。俺のツイッター飛んだら、えー、と1、2、3、4、5、6。えっ、ー、と、この写真以外だったら、俺のツイッターにバンバン上がってるよ。見てみて、うん。自殺未遂2回あるね。うん、俺は。あステゴロはね、もう今回最後なんだって。うん ステゴロ4 4ないってよステゴロ3だって、うん、見てよだ見ておいで今。なんか結構珍しいメンツだよね。結構珍しいメンツ。だってさ、キャス、キャス勢だもんね。だからニコ生食が強かったり、俺キャスのイメージ全然ないから、だからベンジ太郎さんが気を使ってくれたんだろうね。うん 昨日のバンドで自殺するやげえひすげえかっこいいしすげえひねってるねなんかちょっと熱いねそれね自殺するやつ殺すって <laughs> 逆でもあるしワンタロウねイケメンだよ、うん、俺のツイッターにもイケメン風な写真撮ったけど顔整ってるよすごい顔整ってるいやリスカはしないかなうんリスカはしないかな あの血は嫌だねなんか血は嫌だねなんか女の人ってリスカ多いのって何でなんだろうね血に慣れてるからなのかな血の色見ると血の毛が引くんだよねヒューってヒューって引く考えたら当たり前なんだけど少年ナイフがすげえ年寄りで時の流れを感じた少年ナイフだって俺が生まれた年にバンド結成してるんじゃなかったかな1985年だから 活動期間が俺と同いしたからね <laughs>、うん、まあだってねカート・コバーンが好きだって言ってたバンドだもんねオーバードーズもしてないですね、うん、海外でそう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 あのカート・コバーンが一番好きなバンドだったのアメリカで大ブレイクしてるねあのパフィーみたいな売れ方したのえっ、ー、とアメリカでデビューしてイギリスでもデビューしてるかなイギリスとかアメリカで大ブレイクしててあの小さい子供が あののっていうのなんか、泳げたい焼きくんとか、そういうジャンルのポップスバージョンみたいな。まあ音楽聴いたらわかるけど、メロコアの走りだよ。うん。えどうだろうね、わかんない。ブロック解除とかは。よくわかんない。そう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 。51号さん、そう。外人さん多かったのは、だから、もう少年ナイフだろうね、完全に。完全に外人さん結構いたよね。あれは多分少年ナイフだと思うよ。結構年いった。 代の外人さんだったよねあれはね多分少年ナイフ目当てだと思う、うん、いや俺もびっくりした、うん、ああのね映画ねあのさっきね輪っ見たらトム・ソーヤ池上さんもって言ってた、うん、バンギャワ・メリーか、うん KO されて負けるってさ45号さんさそれってさガスガチの殴り合いしろっていうことだと思うのレイセフォーとかマーク・ハントみたいなやつでしょでもねあのねはっきり言ってねそういうランダ戦とかあの無理だよなんでかっていうとあの俺打たれ弱いからピーカブーなんだよで結構前に出てたよで俺も別にあの結構なんだろう強気で押してたからねだから殴られないように殴るのがボクシングの基本だから 慶応、うん、負けしろって言われてもあのそれは避けるよ KO するつもりだけでやるんだから、うん、やっぱ倒るあのまあもちろん全部を避けるとか全部をガードすることは無理だけどでもやっぱりそれが基本だよね今度勝てよ前回はレフェリーも悪いぜいやいやレフェリー悪くないよだってプロでやってる人だぜ ままあまあちょっとねあのボクシングなのになんでクリンチしてねえのにブレイクするんだろうなっていうのは思ったけどお試合当日なんか2回目に話された時に俺が押してる時に直樹兄さん止めたのだから俺スタンディングダウン取ったと思ってガッツポーズしたんだけどんだだったんだろうねあれあれちょっと不思議だよねあの俺がさ押してさ取り返しちゃと思ったのあれ。 もう必死になって取り返そう取り返そうと思って1ラウンドの後半見てみあのー、俺止められたから俺が攻撃しまくってる時にでブレ,イブレイクとは言われないけどその押しまくってた時に離すからえ俺掴んでないんだけどとか思って何なんだろうねあれキックルールじゃないのにねあれはちょっとなとは思ったな。 いやでもねその後取られてるからねまあまあ負けは負けなんだけどちょっとあれボクシングルール把握してなくねこの人とは思った正直まあアマチュアだから早めに話したっていう判断もあるんだろうからさまあプロがやってるわけだからまあまあそういう判断なんじゃないのプロがあ,あの怪我しないようにって話したんじゃないのまあ試合の流れは変わったね実際ねうんねえ 写真見てきたわざさんいい男だったありがとうありがとううん見てきた、うん、ありがとねうね、ん、まああんな感じだったねうんアイテムありがとねうん物言い,いとかっていうかまあ2回スタンディングダウンだからねあれは要はまあ1本目ダウン取られてるのは事実だし思いっきりもらってるしで2本目のダウンに関してはそのスタンディングもちょっとやっぱ打ち返すの遅かったからあれは負けだよ うん、いやガチだよいや55号さんねガチの殴り合いって言うけど辰彦とか俺ら全員ガチだからドレさんとかもあの,があのアマチュアってあんなもんよやってごらんガチの殴り合いが見たいってあのね要はプロレベルのそのマイク・タイソンとか世界戦をみんな見てるわけじゃん k バ1とかあれ世界のトップの戦い方だからね地下格とか見てごらんもっとひどいよ、うん もっっとひどいビデオチャレンジってなんだろう、うん、え言い訳してる言い訳してる俺今。言い訳なんかしてないけど話聞こうよ45号さん。あのさアンチの特徴なんだけど決めつけはよくないよ。別にそこは違くねえかっていうところ言ってもいいかもしれないけど俺言い訳なんかしてるか、うんうん、してねえだろ。 本当に原田さんが出るとは思わなかったああ出るんだやっぱり、うん、日本人格闘技目超えてるし格闘技実際強いかんね日本人は、うん、いやカズンさんと出会ってなかったらもっとやばかったと思うよカズンさんに教わらなかったらもっとひどい試合になってたと思うだからさ上手くなったって褒めてもらえるんだけどあのリスナーさんとか弁助さんからね 上手くなったのは絶対カズンさんのおかげだと思ってる俺は何またリクス配信のお前ブロックな、うん、あのさマナー守ろうよもりあの人の配信者のテンション下げるとかこ話,話の腰を折るのって配信者からするといらないリスナーなんだよあの普通に盛り上がってる人からすると邪魔なリスナーだから文句言うぐらいだったら見に来るなされ ここでコメント書いてくれたりアイテム投げてくれるいい人たちが嫌な思いするんだよ。もう気づけよいい加減なあみんな。うん、なあ話が聞きたくて楽しみたくてここに来てるわけなんだからそのお前が気に入らねえとか言い訳だとかなんで知ったこっちゃねえよ。なあ49号さんな。で ワド頑張れよとかさ別にいやちょっと違くねえかっていう時は言っていいけど何でもかんでも話の腰おられたらさすがに俺だって話ができなくなるし話ができなくなって面白くなくなるのはアンチだってそうだろうってあのガチで嫌いなら見に来んなアンチは別に否定しない配信盛り上げるためのアンチは否定しないけど何でもかんはい58号もはいブロック。 だから俺の考えに58号賛同できねえなら去れよ。空気を読め。下手なんだよ、お前。58号来なくていいよ。ブロックない、うん。フック、アッパー、かなりまともになってきたのにもったいないぜ。うん、出た方がいいかな。安置してる暇あんなら自分のこと見つめ直した方がいい。本当だよね。正論、正論。本当に正論だと思うよ。うん いやなんだオーラって言われてもね54号さんに言ってないんだけど <laughs> なんでさ54号さん自分に言われたと思ったの明らかに54号さんに向けて俺話してないよ <laughs> うんステゴル3誘われてるね誘われてるでえっ、ー、とで出てほしいってオファーが来てでちょっと返事待ってくださいって言ってる段階、うん、最弱王決定戦宮城さんと どっちの方が強いと思う正直。みやびさんと俺だったら。長瀬友って誰うん。長瀬友が分かんないな。和田さんがセゴロ3で勝つ姿が見たい。ああ、ありがとう49号さん。うん。わんぱく相撲。ああ、まあまあ、そのレベルだよね。うん。さん見て感動したい。ダブルノックアウト。面白い <laughs> いや、アンチで。アンチ17号のコメントこういうのがうまいんだよ。 わかるみんな17号の「ここでダブルノックアウトかな?」ってボケもしてリスナーに笑いも取れて俺もちょっと「俺に負けろ」っていう直接な言い方じゃなくて笑い横のダブルノックアウトそれは面白いよこういうのを積み重ねてちょっときついことを言ったらさあこの人悪い人じゃなくて配信盛り上げようとしてんだなってだからアンチコメントは愛だからあのラッパーがよく言ってるでしょディスは愛リスペクトから成立するってこういうのはブロックしないよ俺 うん、あ俺は普通にするのが好きだねなんか芸能人気取りとかみたいなのはあんまり好きじゃないまあ勝ったら感動するよね負けたらめんどくさいからまあ負けたらめんどくさいのは俺が一番よく分かってるよ格好は雅真朋はミヤビは鶴の神とやるのかと思ってたへえスコセッシの「レイジングブルー」みたいな感じの映画あわかんねえわごめんね和堂、えー、ちゃんが出ないってところ真、まあ、冬のおでん食べれない楽しみ ステゴロ3でなないで後悔するならやもいいそうだよ、ね、そうだよよねねそ、うん、そううディスコメはセンス高いとリスナーさん面白いしあのねうちのリスナーのディスコメってあの「ディス」をして盛り上げようとかじゃないんだよ。本当に嫌いで書いてんの。で本当に嫌いなのは見るべきじゃないんだよ。そう思わないみんな。でしょ本当に嫌いだったら俺もイライララする 向こうもイライラする余計お互い嫌いになる。で見てる人が不快になる。でトークしなくなるから、相手も上がらなくなる。見に来ない、もうブロックするしかないんだよ。俺正直言うよ。アンチですらブロックしたくないのよ。見に来てくれてるのが嬉しいから。はい、六十四号ブロックです。六十四号ブロックね。俺は。リスナーをブロックしたくないんだよ。見に来てくれてるから。 だけどやっぱりねその配信が盛り下がるようなことをする人は空気が読めない人はやっぱり申し訳ないけど去っていってもらうよ。やっぱり応援してくれてる人を大事にしないといけないし放送を盛り上げるためにやるわけだからだから盛り上がるアンチコメントだったら俺はいくらでも肯定するけれども「小じきだ」って言われてももう返しなんか小じきでも何でもないしねなんか詐欺がどうのこうのとか言われても配信やる前の話だし。 時間,をも時間の問題ではないかもしれないけど少なくとも俺から言わせたらお前被害者じゃないだろうってうん関係ないだろうっていうふうに実際便ス太郎さん100万ぐらい儲かってると思うようんこの写真は俺が撮ったの俺のカメラで撮ったねうんみんなで並んでる写真見て思ったけどわざさん顔小さい生の方がかっこいいんだろうな俺は顔小さいってよく言われるねまあ一番手前にいてねこの顔の大きさだからうん ワドちゃんである意味時代を先取りしてる感じだから批判されてしまうああま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 あだからバー配信とかも俺結構早かったしキャスバーとかさ香川さんとかねやる前からやってたしね結構そうなんだよねあのアイディア勝負でやってる部分あるからカメラもね結構早く始めたしね今カメラブームだしねどれさん次回出そうかな弁当とあれだけトラブってたかなどうなんだろうねそこはやっぱどれさん次第なんじゃないの うん、だって便所さんプロモーターだから普通に「いや出たい」って言って仲良くやりたいっつったら普通に便所さんは性格的に出すよ、うん、ただまああれだけトラブって割れてるからもう無理じゃないかなやっぱ好き嫌いの感情は何だろう、うん、やっぱ俺はリスナーさんが「出てくれ」って言ったらさ出てきたし「やってくれ」っつったらやってきたけど無理なことは無理っていうよさすがに俺できないわ正直言うけど向き合って理由も話し。 だけどあのなんだろう弁叙さんはリスナーに答える人だからどれさんが出るっつったら盛り上がるから出ると思うよ YouTube ももうベータ版からやってるからね、うん、お金が欲しいから配信されてるイメージが出てきたああどうなんだろうまあまあ俺も金欲しいよ46号さんで正直さここ最近あの10時間しゃべって1,000円ぐらいだけどでも金が欲しいのは誰でもそうだと思ってるからなるべくなるべく言わないようにしてる。 だって金欲しいのなんかここにいる全員欲しいに決まってるじゃん。であの俺生活保護だったから分かるんだけど貧乏な人もいるわけじゃん。で金出せない人もいるわけじゃん。だから俺が言ってんのは余裕のある人は助けてくれよって100円でも投げてくれたら本当に助かるから余裕があったらチップとかさ投げてくれたらすげえ嬉しいからって。で正直きついよ。ここ2週間ぐらい1000円2000円とか10時間喋っても金が入らないからやっぱ焦るし。 のびのびはは。できなくなくるけど、もう戦いだよねこれはあのね人気商売だからやっぱりその人気ねえやつは廃れるっていうかさだからもしさ俺を将来買ってくれる要は男観ンン塾頑張れ映画頑張れえっ、ー、と捨て子もし出るんだったら頑張れっていうその頑張れっていうのがあるんだったらさあの、応援してあの、頑張るから。うん やっぱみんなが「頑張れ」って言ったらね頑張りたくなるしみんなが「つまんねえ消えろカスとか「ゴミ」とか言われたらやっぱやる気なくすのは普通だと思うよ。花火師うーん消えちまったのかまあね <laughs> まあね <laughs> まあまあまあいいじゃん頑張るよ頑張るよまあねだよ <laughs> でもコツコツな投げてくれてる人はいるよ。 でもさやっぱりさ俺その爆投げする花火師はいないかもしんないけどやっぱ毎日1日毎日1000円投げてくれる人って1ヶ月3万俺に使ってるわけだからそういう人がやっぱ毎日やってくれっていうメッセージだと思ってるから金になんなくてもやってるよねワド、うん、ちゃん大気晩成タイプだと初めて配信見た時感じた今が苦しい時期だけどきっと成功されますよ頑張るねありがとうまあまあ まあ遅咲きだよなすげえ時間かかるタイプだ中堅どころになるまでも3年かかったからねうん監督になってからとかじゃないよヘイトが多くなってきてからだねうんやっぱりやっぱその映画撮るっていうのが金儲けだって当たりにディスられたりとかいろんな人がさ悪乗りするさあれニコ生の悪乗りなんだけど何だろう 便所さんとかも映画頑張れよとか言ってるし。だけど、映画詐欺だって言った方が盛り上がるで言っちゃうけど、不発民ってピュア民が多いから、本当に詐欺だと思っちゃう人っているのよ。そのニコ生とかキャスの冗談が通用しなかったりするの。だから俺、正直やめてほしいんだよ。ああいうその冗談でディスでも本当に嫌いになっちゃう人っているから。だからさ、そこでさ、みんなでさ、詐欺だ詐欺だで、映画詐欺だって悪ノリなの,の。分かったよ。しも初見さんとか知らない人が見たらさ。 そのあ映画詐欺なんだ詐欺も何もさ映画普通に映像毎日撮ってるし今日もさ4時間ぐらい撮ってたし何が詐欺なんだよっていう,そうネタをネタだっていう風なノリじゃなくてみんな結構不民ピュアだからガチななんんだだだよね、うん、だからなんだろうもうギャグも言いづらいしいじりもできなくなってるしちょっとその辺はね気をつけてなんかあんまり言い過ぎると本当に裁判沙汰とかにまあ実際なってるわけじゃんだだからダメだと思ううよね、うん。 ありがとうございます。初コメ。65号さんありがとう。あれ自分で、ね、撮った写真ですね。ありがとうございます。やりづらいよね。まあまあ、そういう感じ、そういう感じ。一言で言うと3号さん、やりづらい。そう。で、ヘイトがたまればたまるほど、やっぱり、そう普通のリスナーさんが、肩身狭くなっちゃうから、何にも知らないやつほどさ、やっぱギャーギャー騒ぐわけじゃん。「セぎてセぎて」とか言って楽しむわけでしょ。でも、ああいういじられ方は、俺、正直さ、結構そう、真面目にやってると思ってんの、コツ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 。 そんなになんかリスナーさんを裏切るようなことはやってないつもりだから、そこはちゃんとフラットに見てほしいなって。なんかね、評価するところは評価してほしいよ、やっぱり、うん。評価が低すぎると思ってる。別に、俺それはな、な、お前大したことやったのかよとかじゃなくて、異常にマイナス評価が高すぎると思う、俺は。 比喩、比率いやいや、9割だよ、9割。俺、閲覧別にあるわけじゃないから。ていうかね、うちのリスナーさんね、あの年齢上だからね、そういうノリが好きじゃない人がうちに溜まってるから、だから、生還してみちゃうの、そういうの。反論とかで、ディス文化で反、なんかガチガチの囲いタイプ。お前、ワドディスってたらしいな、ふざけんじゃねえよ、みたいな。もうお前に花火投げねえわって、普通あるじゃん、囲いって。そう、囲いがいないんだよ、一般的に言われる。 要は、ードをディスったら許さねえぞみたいなタイプの人って一人もいないんだよ。だから、結局ディスられたら、普通ポンプが入ったらさ、ニコ生とかだと、俺のードをディスんなとかあるからそういうのがないから、盛り上がんないから、ヘイトがたまるだけなんだよね、結局。うん、だ難しいよね、その相性ってあるから。その、まあ、大人なんだよ、うちのリスナーさんが。 あちゃんでパフォーマンスが誤解されてしまう時があるだからだからネタがやりづらくなったなっていうのはここ最近思うねディスコンディスだから俺他の配信者のディスとかやめたのもう要はプロレスができなくなった簡単に言ったらプロレスができなくなったバーリトゥードになっちゃったルールがわかりやすい例えでしょう時代が変わってバーリトゥードを求められるようになったんだよバーリトゥード <laughs> もうプロ,レスプロレスなんて古いっていう時代なんだよこれはだ誰が悪いとかどうとかじゃなくて時代に対応できてないんだよ俺が時代にあえっ、ー、とね解放あのアドバイスはしてるあのあったら必ずしてるしであの頑張ってるよただまあそこは才能だからさであの12月1日一緒にコラボする卵味噌と俺と解放、えー、で あのー、山野選手ちょっと体張ろうっつって体張ってリスナーさんに認めてもらおうぜって言ってやっぱさ海宝とかさ卵味噌ってさその王道のさ企画とかやってないからやっぱそのつらい辛くても頑張るっていう姿勢とかリスナーさんに挨拶回りすることってやっぱ中堅になるステップですげえ大事なことだと思うの,あのリスナーさんとフェイスとフェイスだあって本当にありがたいんだっていうこと分からないと絶対そこにいけないから。 だからそれさ今の時代さ過疎でも食えるようになるかもしんないけどやっぱさいくらさ食えて100万稼げたとしてもさ認められないわけじゃんやっぱ海放とか卵味噌とかさ認められてほしいからあのなんだろうリスナーさんにも認められないしあの同業の配信者に認められなかったらこの世界狭い世界だからやっていけないじゃん。うん 卵味噌だから北海道からわざわざ来るって言ってたようん今月100万超えるわけないじゃん超えないよそう100万なんか稼いだことないよ <laughs> どういう基準だよ100万なんか稼いだことないよ一回もないよ一回もない、うん、稼がしてよそう花火ちょうだい、うん、たまにはちょうだい、うん、まあまあでもねやっぱり海保頑張ってるなって思うし 俺にもさやっぱ右も左も分かんない時期みどりさんとかから教えてもらったからねいろんな人にうんだからまあちょっと付き合おうかなと思って卵味噌と海宝のキャンペーンだよね海宝、うんうん、さん米は覚えていてもリアトツだと覚えてくれないからつらいうんああそれはねちょっとね、うん、3万円振り込みました本当に 本当に <laughs> 俺口座さらしてないのにどうやって振り込んだの <laughs> 27号さん <laughs> 俺口座さらしてないのに <laughs> どういうこと <laughs> 本当に俺今口座確認するよなんで俺の口座番号知ってるのいや3万円振り込んだがすごいとかじゃなくて <laughs> 俺の口座番号知らないのに振り込んだっていう発言がすごいんだけど ほんとに振り込んだのえっ、ー、と俺の口座はほんとに言ってんの俺の口座番号知ってる人なんかごく一部では確認しますえっマジでマジでえっマジかよマジかうわ口座えっ えっしょ、ょ待,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 待って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 グーグルからじゃねえかよなんだよバーグーグルからだったわいや金は入ってたけどいや2万4800円ってリアルな数字書いてあったのだからいやいやリアルな数字書いてあったの2万4800円とか書いてあったからなんか5000円引き落としがあって本当に3万振り込んでくれたと思ってで明細見たらグーグルだったわ ふざけんなよそうそう YouTubeYouTube YouTube のやつ、うん、なんだよ確かに開放にリアトズしたことあったけど覚えてませんすいませんって言われたああうんなるほどね、うん、難しいラインだなー俺はそういう時 お私のこと分かりますかとか言われるじゃん。あはあっていうね。笑,笑いだから。いやー元気ですかって。<laughs> イエスともノーとも言わないで謎の笑顔になるね。<laughs> いやー本当にね。お世話になってますね。え今日どっから来たんですかみたいな。<laughs> あのね知らないとは言わないね。うん、あの察してもらうん。 そこはやっぱねえ,ねえ傷つけたくないじゃんいや,ーい,やーいいリスナーさんに恵まれてますよ僕はとかわけの分かんないこと言うね <laughs>、まあ、そう言うしかないよねねえ3年前からねとかね適当なこと言うね、うん、うまいことかわすねやっぱ傷つけたくないのよ基本的には傷つけたくないうん だってさ会いに来てくれる労力分かってるから多分実際にリアトツに会いに来てくれるって相当応援してるっていう感じなんだよ本当に応援してるんだよその人をさ「私のこと分かりますか?」って分かるわけないじゃん。だってさあのねリスナーさんも緊張してるからどういう感じか教えたくてねあ和尚さんですよねあ リスナーさんですかそうですリスナーです会いに来ましたわあ私のこと分かりますかわかるわけないじゃん <laughs> 情報が情報が少なすぎるんだって本当にこんな感じなのいや和道さんだあ会えた本当に和道さんだ私のこと分かりますか <laughs> いやめ、ね、ーってありがとうございますってどっから来たんですかってなるでしょいや本当にこのノリなのよ だから、だから、その、何とも言えない、解放を強く言えないっていうのは、そこなの。要は、その、リスナーさんも緊張してたりとか、テンション上がっちゃってるから、その、私、何々ですけどわ、わかりますかを抜かす人とかがいるのよ。そう、そう、そう、そう。そう。毎日向こうは見てるから、もう友達とか家族とか兄弟とか親友みたいな感じだし、な,なんかね、ギャップがすごいのよ。 だからエンジン変えるもんねリアトツの今日リア突あるっていう時はあのちょっと友達感覚ポイント増やしていかないといけない友達感覚ポイント、うん、真横の流し目は <laughs> まあ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 その辺はねその辺も経験よその辺も経験よ、うん、いやーもうねでもまあで,でもね俺ねちょっとね昨日まあ統合フェス行って2回。 別の人からサインくださいって言われたのあのあ男の人になんだけど「サインください」って言って「本当に申し訳ない」「写真は撮ったよ」「快く写真は撮るけれどもあのねなんでサイン断ってるか」ってコメントでもあったの「サインぐらい書いてやれよ」って言われたんだけどあのねこれはね俺の考えなんだけど配信者は芸能人ではないんだよ俺の考え。 でサインを書くそこで平気でサインを書けるっていうのって俺ちょっとおかしいと思うのサラサラっと書けば書くほどダサいと思ってんのいや石川紀之さんとか弁叙さんとかがやる分には俺はいいと思うもうそれくらいの実績残してるただあくまで俺は和道だからね あのやっぱりさ1万人フォロワーがいたりとか10万人いたりとか閲覧3、ね、4桁1,000人集められるんだったらいやじゃあ紀之さんもディスじゃないだから最後まで聞けよディスりゃいいもんじゃないって勝手に話を曲げるなよ。 のりゆきささんんはいい便所さんいいよってあれで実績残した方はいいんだよただ俺は和道だからって言ってて言んのそこでサラサラって書いて調子乗ってる感じにもなりたくないし俺は芸能人じゃないんでサインとかないっすよって言って写真とかどうですかとか握手とかサインとか俺はあくまでリスナーさんと近い距離だから、うん、お前74号さお前がサイン欲しいかどうかなんてここにいる全員興味ねえから。 なんでお前さ74号別にいらないってお前が俺のサイン欲しいかどうかなんか誰も興味ねえから74号なんでそんなこと言ったのえお前何興味あると思ったの何それ勘違いしてない74号お前が俺のサイン必要かどうかなんて誰も興味ないからうんサイン書きたくないよ俺うん気まずい、うん、気まずいすごいあまあまあステッカーはね買ってくれたら嬉しいけどうん 座座右の書くのかあ座右のののの銘銘書書くくかかありかもしれない、ねうん、何なんだろうね配信者のサイン集めまくって色紙にちゃんと持ってきたりとか手帳にあの持ってきたりとかしてたねうんだから39号いらないかどうかなんか誰も興味ないからそういう話じゃないから自己主張が強いお前が誰かもわからないしお前がサイン欲しい人間かどうかここにいる100人全員気にしてねえから <laughs> いらないそういうの。 ステッカーもいらないのうん。もうもうお前ブロックだわ。もうステッカーもいらないんだ。ブロックだよ。馬鹿野郎うん。<laughs> ステッカーもいらない。サインもいらない。もう見なくていいわ。<laughs> うん、はいはい。75号さん生意気ですよ。ブロックです。はい。誰もいらない。お前こそ環境や。すんのはい。74号さんブロックです。さよなら盛り上げる気がない。応援する気がない人はいりません。さよなら。 天にサイン欲しい人もいるし、二十五万円分のアイテム投げる人もいるんだよ。まあ、まあまあ、その通りだね、その通りだね。いや、いらないサイン、いらないステッカーもいらない。で、俺はサイン求められたからサインの話した。誰もいらねえよ、お前のサインなんて、いや、いるじゃん、二人いるじゃん、二人。実際会いに来てんだから、もうハイロンパどころか、話聞いてないんだよ。だろ、サイン求められたから、サイン書きたくない。話をしてるのに。 頭悪いののッコミがイラッとするのよ誰もお前のサインなんかいらねえよワード俺絶対いらないねステッカーもいらないいや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 いるって言ってる人がいるからこのトーク始まってんだけどっていうもう頭悪いやつイラッとするから勘弁したよ当に、うん、腹立つよな本当にそのレベルになったらサイン書いてあげればいいぜまあねまあねうんえでもなんかやだなサインやだなうん いや、女の人はもうバンバン書いてるけどね。うん。<laughs> まあ、おっさんだから断ったっていう部分は正直あるよね。まあ、ギャルに、女の子に、和堂さんサイン書いてくださいって言ったら、当たり前じゃないですかっていうよね。<laughs> 当たり前ですよって、食い気味に。うん。なんなら LINE も交換しましょうよ。ねって。<laughs> なるでしょ。いやいや、なるでしょ。それとこれとは話が別じゃないですか、皆さん。 それはなるでしょあくまでだからおっさんからサイン求められてもちょっとっていうだから白ギャルだね白ギャル <laughs> 白ギャル黒ギャルはちょっとまあまあ書いてあげるまあいいよぐらいだけど白ギャルだったらまあ,うんまあもちろんっすよって <laughs> んそんな感じかなうん3日はもういない ?3 日ってなんだろう うん、あだ名考えてほしいあそういうのだったら全然あの小手半とかは考えますよ全然、うん、完全にハゲまあ事実だけどブロックですアンチコメントじゃなくて事実だけど腹立つんでブロックです、はい、さよなら、うん、そうマドさん昨日会えなかったあ昨日いらっしゃったんですかあ残念ですね是非声かけてもらいたかったっすね、うん、男も女もおじさんあだから男の人おっさんだなって自覚があったら ワンクッション入れて断りづらくしてこれはもう駆け引きだからねおじさんおっさんなら気持ちわかるでしょステッカー買えばいいんだよまずだって500円買うじゃんまず和藤さんですよねそうですよステッカーくださいこっち気分上がるわけですよでしょ1000円500円2種類のステッカーあるから500円払ってでそのタイミングで写真もいいですかサインもいいですかってやられたらねえそれは断りづらくないですか 12月3日って何ですか ?12 月3日って何ですか ?12 月3日もういないの意味がわかんないですけど。12月3日が何な,な,な,なんでしょうかわかんないですね。来年消えてるなこいつ。ああ、ずーっと言われてるけど消えてないっすね。ブロックです。さよなら。さよなら。次チャンスあったらスネッカー。ああ、ぜひぜひお願いします。3種類あるんで。 ブロックするなら規制イワしなければいいのにじゃあ来なきゃいいのにブロックされるようなコメントを書くぐらいだったら来なきゃいいのにそう思いません打ち上げとかいやひかるくんとモモナーさんとかずっと飯食ってたねうんひかるくんとかモモナーさんとずっと飯食ってたはいブロックです、うん、え ?30?12 の3日間な何の話をしてんのかちょっとよくわかんないですね の3日間いないななってんですかえ何を言ってんの ?312 の3日間って何、うん、この写真何の写真ですか統合フェスっていうイベントに出た時の出演者の写真ですね。はいうん、あ延長したいんで相手もお願いします。金金うるさいって金の話なんかしてねえよバーか、うん。はい86号さんうるさいなら見に来なくていいですよブロックです。さよなら。 こういうねダメなダメな金金うるさい金の話してた俺みんな金の話なんかしてないよね、うん、無職の集いがあることは、まあ、まあ否定はできないなそれはそれはブロックじゃないなまあ無職の集いだからなただただ厄介なのが89号さん無職の集いだけどここの連中結構稼いでるからね 多分89号さんより稼いじゃってるから厄介なんだよ。無職なのは無職なんだよ。ただ稼いでるよ、今。うんうん、ああ、めちゃくちゃ楽しいよね。統合フェスね。延長しようか。延長するんで、皆さんアイテムお願いします。お願いします。アイテムよろしくお願いいたします。延長、延長どうやってやるんだ自動延長でいいのかなえ、これって延長ってどうやってやるの えー、私無職ではないよ。違う違う。写真に写ってるメンバーが無職ってこと、9五さん。ここの写真にいる人が無職ってことよ。俺々詐欺の出し子やめたの。やってないです。はい、ブロックです。91号さん。ブロックです、はい。そうそうそう。ここに写真に写ってる人ってことね。スマホ配信です。延長できないのかなこれ。どうやってやんだろう、延長って。うん 稼いでるのは無職ではないような気もする、うん、気もするけど多分無職だね、うん、どうなんだろうね、うん、俺はキャスはやってないですねふわっち一本っすねあと YouTube やってますツイッターもやってます t w ツイッターと YouTube とふわっちをフォローよろしくお願いしますぜひぜひお願いいたします山手線一周何日間ですかあっ1日で回りますよ 山線一周は12月1日から1日で回りますで最後ね、えー、と夜,夜8時ぐらいに多分到着なんだけど新宿でオフ会やります、はい、あ直木兄さん会社やってるわそうだそうだ直木兄さんはあ,のあれだわ自営業だわ会社やってるわ住宅ローン組めるかどうかなのかな社長業って組みづらいけどね Twitter フォローとりあえずさせていただきますありがとうございますそう1日だけ で、えー、と土曜日だから、えー、と朝8時に、えー、じゃ朝の10時に新宿駅を出てで新宿のアルタマエゴールで多分夜の8時ぐらいになると思う、うん、はい94号さんブロックですはいブロックですはいブロックです1日だけっすねうんリアトツ町はで最後海宝と卵味噌と俺でまあリスナーさんと一軒あの飲みに行こうかなと思ってる。 あの最後待っててくれた人はねだからまああの会いに来てもらったら「うん、直木兄さん」っていうのは右の人イケメンあの僕対戦相手ですよ「負けました直木兄さんに直木兄さん背高いよめちゃくちゃ背高いあの配信者ですよあのツイキャスで直木兄さんっていうゴールが新宿スタートも新宿、うん、ゴールも新宿スタートも新宿だからね昼過ぎぐらいには秋葉原とか上野とかにいると思う3人でうろうろ歩きながら。 俺は身長170うん92号さんうざいんでブロックですはいうざいんでブロックでーすえー、誰も花火くんないのえー、誰も花火くんないのちょっと頼むよみんな助けてよみんな助けてよみんなも苦しいの誰か花火助けてよお金に余裕がない人はバーガーとかハートとかお願いします次枠通常枠いくんで。 みんな助けてお願い、うん。休業日、月曜日なのそっか。給料日待ってるね、うん。給料日待ってるよ。ねえ、飲酒運転はね、めちゃめちゃ叩かれてたかんね。うんうん、めちゃめちゃ叩かれてたかんね。海宝さんは、えー、っと、配信者ですね。傘配信者ですね。うん、傘配信者ですね。 じゃあ次枠いきます。通常枠です。お疲れ様です。こじきにならないでしょ、こじるなって。こじきじゃないよ。こ、うん、じきじゃないでしょ。じゃあね、お疲れ様。うん、t c のコンバース汚すぎるかどうかわかんないけど。はいはい。